動画解放群。楽しいレビューです。ラブパワーの提供です。スマホを出先で使うとき。あ、モバイルバッテリーね。でも本当に長時間使う人。タブレットを長時間使う人。あとモバイルバッテリーを出先で充電するとき。やっぱし充電器欲しいんですよね。ホテルに帰れば今もうコンセントがある。カフェにはもうコンセントがある。新幹線にももうついてますね。やっぱしコンセント。一番身軽なんですよね。 モバイルバッテリーより重たくない。そして大量に電力を使っても安心。でも AC 電源のチャージャーって、ポートが少ないから1個じゃ足りないと思って、2つ3つ持ち歩く。そうするとかさばるんですよね。あと忘れてきてしまう可能性もある。でもこのラブパワーのチャージャーがあれば、そういうことはないですね。ボルト4ポートデスクトップチャージャー。デスクトップ実物こちらですね。あー、この大きさデスクトップだろう。でもちょっと待ってくださいよ。これ。 スマホと比べてもそんなに大きくない。小型のモバイルバッテリー程度の大きさですね。だったら常にこれを持ち運んで、そしてコンセントで使う。こういう形、意外に出先で便利です。私使ってみましたけど、この長いコンセントがいいですね。あの、コンセントの場所って、作業する部分にあるわけじゃないんですよね。カフェですとテーブルの前に出てる場合がある。でも、隣から取らないといけない場合もある。その時にこれがあれば、ちょっと離れたところに挿すことができる。いいじゃないですか。 こういうコード、便利なんですよね。あとこれ、機種によってはノートパソコンと同じですね。AC ケーブルを兼用することもできますね。このような端子ですね。あと新幹線とかの鉄道、AC コンセント、下の方にあるんですよね。だからそっから引っ張ってこないといけない。まあ、あと最悪、通路側に座った場合、コンセントが壁側で届かない。この場合すいませんとかって言って、下を使わせてもらう。そういうこともこれだったらできそうですね。 だからこのコンセントがあるの非常に便利なんですよね。本来の目的はデスクトップ。でも出先で使います。出先で便利です。まあ、実際使うとき、まあ、このポートに挿す。まあ、大体2つあればいいですね。緊急時にあと2つ。一緒に作業する人に分けてあげる。そういうことができますね。いろいろな基準通ってますね。FCC とか CE とか、PSE ついてますね。あと20絶縁。安心して使いますね。入力電圧は 100V から 240V。 世界各国で使います。旅行で使いますよ。出力は最大8アンペア。それぞれのポートは2 4アンペアマックスですね。十分ですよね。タブレットの急速充電できます。出力電圧、iSmart で制御されてますね。だから安心です。急速充電できるものは電流を流して、従来の機器ですと、電流を流さない。そういう制御がされてます。もちろんデスクトップ、自宅でも使えますね。でも私のおすすめは、これを外に持ち出して使うことですね。 ラッパワーの4ポートデスクトップ USB チャージャー。ぜひ出先で使ってみてください。動画解放群。楽しいレビューでした。